皆さんこんにちは。 Do it yourself ideas へようこそ。このビデオでは皆さんに普通のプレゼントを少しきれいにする方法をご紹介します。このままプレゼントするには少し退屈なので袋をこれから作ります。今回用意するものはホットボンド、瓶の蓋2つ、白の紙、黒の紙、そして別の色2枚です。白と黒はとても大事になります。今回は紫と茶色、ハサミも用意してください。まずは白の紙の上に瓶の蓋を置いて、その形に合わせてハサミで切っていきます。こうすると蓋の中に紙を入れることができます。2枚このように切ってください。その次はホットボンドを使います。ボンドを瓶の中に塗って、その上に紙を置いてください。それでは次にお好きな色の紙を羽の色に切ってください。今回は紫です。茶色を目の縁の大きさに切ります。そして黒の色で小さな円を切って目の瞳を作ります。黄色の紙でくちばしを作ります。それぞれの紙を切り終わったら、ホットボンドで切り取った紙をプレゼントの包装紙に貼っていきます。まずは羽です。次は茶色の大きな円2枚を貼ります。こちらの目の縁は少し重なっても構いません。真ん中にフクロウのくちばしを貼ります。その次は瓶の蓋です。茶色の円の上に貼ってください。それでは最後に瓶の蓋の中にフクロウの瞳を貼ります。これでフクロウの完成です。全体はこのようになっています。それでは仕上げにカラーペンを使って羽の部分にメッセージを書いてみます。こちらが完成したフクロウです。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんの感想などもぜひ下のコメント欄へお書きください。今回はホットボンドを使っています。ただホットボンドよりも多分普通の糊を使った方がいいと思います。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。